こチャンネル。わお。こんばんは、宮崎なほこです。今週も1週間始まりました。一日お疲れ様でした。今日終わってしまうものが一つあります。見ていて、楽しみにしている人もいると思うんですけど、ドラマ恋仲見てますか？私も毎週録画とかで楽しんでいたので、終わってしまうのにちょっと恋仲ロスになりそうだなってすでにちょっと心配しています。見てない方もいると思うので、ちょっとご説明をしようと思って今日は3人書きました。主人公の葵くん、そして相手役のあかりちゃん、そしてもう一人翔太くんという男の子がいまして、葵くんが、このあかりちゃんと小さい頃から幼馴染でずっと一緒にいて、お互い好き同士なんですけど、こう近いからあんまりそういうことがこう言えない、中にいて、でそこにこう翔太くんっていう友達が入ってきて、3人で仲良くしてたんですね。である時にあかりちゃんがお家の都合で、遠くに行かなくちゃいけなくなってしまって、で葵くんに漫画を返すんですけど、その漫画に好きっていう気持ちを書いたメモを挟んで、それを葵くんの机の中に入れて返したら、なんとこの翔太くんがそれを持って行ってしまって、お互い好きなのにその気持ちをこう伝えられない、知らないまま大人になってそれぞれ生活していたと。そして時が経って、でその間になんとこの翔太くんとあかりちゃんが付き合っちゃうんですけど、そんで3人である時に大人になって再会して、でそんな面も知らなかったよってことになって、翔太くんが持っていたということが分かって、で2人は一回別れるんですけど、でもやっぱり翔太くんはあかりちゃんを大事にしたいし、思う気持ちは確かだから結婚しようって言ってプロポーズをして、であかりちゃんはさてどっちを選ぶかっていうところで、最終回につながっています。やっぱりいろんな恋の形があるかと思うんですが、好きなのに、お互い好きなのに、しかも女の子が頑張って気持ちを伝えるところまで行ったのに、こう結ばれなかったって恋が一番切ないなと思うので、やっぱり私としては葵くんとあかりちゃんにうまくいってほしいなと思うんですけど、その結果は今夜の最終回に、続いています。であまりに楽しみにしていた気持ちが強すぎてですね、今日の曲はこの、恋仲の主題歌、家入りレオさんの君がくれた夏をお届けしたいと思います。この後ドラマ見る方ぜひ一緒に見ましょう。今日の曲です、家入りレオさんの君がくれた夏。君の描いた
ない願い、置き去りのままで、君がくれた夏、その奇跡僕は忘れない。ブーオーを溢れそうな想い、あの夜に隠してそう。ブログをやっています。よかったら遊びに来てください。そして YouTube チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。宮崎奈穂子でした。